すいません、失礼します。すいません、はい、申し訳ないです。記者会見中、はい、お疲れ様です。すいません。どうぞ。お疲れ様です。あ、すいません、関西道場からちょっと佐々木選手とデルフィン選手にお願いがあってまいりました。そういう言うわ。はい、クレイジークルーの味方じゃないかい。お疲れ様です。そういうのですか。そうです。店長さん、6月18日に関西道場の後楽園ホール大会ありまして、すでに東郷選手の参戦は決まっております。開演対デラックスファイナルカウントダウンファイナル、現在開演対デラックス5人の対戦相手に新崎仁成選手、そしてグラン浜田選手、そして米源人選手が決まっているんですが、残り2名が現在決まってない状態です。はい、先ほどの歴史的な握手を受けまして、開店道場コミッショナーから、はい、ぜひとも最後の2枠にサスケ選手とデルフィン選手参戦していただきたいというオファーをしてきてほしいと私に連絡がありましたので、この場を借りてちょっとお願いに行きました。ぜひともお願いします。まあ私はね、まあ他の分同じねメンバーの、バンドメンバーの見方がねメッセンジャーだったらね、喜んで引き受けますよ。ありがとうございます。はい、あとはデルフィンに来てください。デルフィン選手いかがでしょうか。そうですね、この日はまだ大阪にいるんで、そのまますぐにでも行けそうな日にちなんで、ぜひとも参加させてください。ありがとうございます。チョコ選手大丈夫でしょうか。はい、はい、大丈夫です。はい、はい、では改めて6月18日開演帯道場後楽園オール大会、開演帯デラックスファイナルカウントダウンファイナル10人タッグマッチ、ファイナルカウントダウンファイナ ル、ね、いかがなものかな。どうなんでしょう、高田代表のセンスなので。はい、開演帯デラックスディック統合メンズ帝王カズ林高道の区船木組対ザ・グレートサスケスペルデルフィン新崎仁成グラン浜田米源人決定です。よろしくお願いします。しょ、宣伝かよ。ありがとうございます。ありがとうございます。そうですね、今日はね、タッグをこんな感じになったんですけどね、次は、ディック統合と戦うということなんでね、戦うということは、やはり一番初めに戦わなければいけないと思うんでね、ディック統合とやっぱりファーストコンタクトは一番初めにいくと思います。今回この5対5のね、カード、これは懐かしのカード、あるいはそのお祭り待ち的なねもので終わらせるつもりはありませんので、あくまでも戦いです。十数年前にねタイムスリップしたそんな気持ちで、とことん戦いますので皆さんご期待ください。まあ本当に多分海援隊デラックス5人が揃うのは、まあ、これが最後でしょう。そういう意味で、まあ、その最後5人揃うっていうことも特別なことだし、また相手にその道のくの初期から戦ってきたライバルであるサスケだったり、まあいろいろありましたけども、脇さんにも関わりができることになったし、まあそういう意味で本当に最後の10人タッグ、楽しみです。はい、この18日は、私ではなくて、米源人選手が5対5海援隊デラックス対道のくプロレス正規軍米源人選手が行きますので、きっと大暴れすると思いますのでぜひご期待ください。私は出ません。以上。はーい、 This is FNAC。 もうスナックタウンじゃないんですけどもね、ナンバーワンアナウンサーということで、なんと今日ようやく対戦カードを決まりました。海援隊道場6月18日後楽園ホール大会、これはちょっと見逃せないですね。皆さん、お誘いの上応援しに来てください。よろしくお願いします。